はい、皆様、ダンサーの内藤でございます。今回は女性のクローズドプロムナードのフットワークを知っているようで、皆様精密に言えますでしょうか。知らない方も多いかもしれませんね。リンクなどで、いや、PP になりました。1歩目 H ですね。 H といってもヒールからついてベチャッともちろんつきます。2歩目 H。 さあ3歩目が問題です。皆様わかりますか。よろめきました。ボールの、ね、B の IEH と書いてありますが、わかりますかね。ボールのインサイドエッジからヒールをついて、もちろんボールのインサイドエッジヒールだけをつくわけではなくて、後にベチャッとつきますね。そして WF ホールフット、これは全部の足をベチャッとハンクのようにつきますね。これはトーからついたりヒールからつきにくいですからね。もう一度です。 HHB の IE、H、WF。 3個目は結局外回りになりますので、男性のようにインサイドエッジで止めるよりは、まあ、つばをつけるというかね、一番最初にボールの内側でストップをかけるということですね。はい、ここまでです。